公明党が次の衆議院選挙で広島3区に斉藤鉄夫副代表を擁立する方針を固めたことが分かりました。広島3区は公職選挙法の罪に問われ自民党を離党した河井克行元法務大臣の地元です。前回河井氏の支援に回った公明党支持者から今後自民党の支援はできないとの不満が高まり、公明党は独自候補擁立に踏み切りました。自民党も公募で候補者の擁立を模索していて、自公が分裂すれば今後の選挙協力にも影響を及ぼしかねない情勢です。